が絵を描き始めた理由は、まあ、子供の頃からずっと絵を描くのが好きで、まあ、漫画なんですけど、当時は高校卒業して東京の絵の学校に行って、そこで友達の影響や、あとは東京の美術館を見て回って、それから漫画じゃなくて絵の具を使って現代アートみたいな絵とか、そういうのを描きたくなって、それからずっともう25年以上ですね、描いてます、はい。出身は静岡の浜松です。うなぎの僕は特に不良でもないしだったんですけど、普通の子だったと思います当時大好きだったテレビ番組はまずドリフとひょうきん族ですね。ちょっと変わっていくところで、あとはもうとにかくアニメーションなら何でも好きでしたね。もう、まあ、アニメーションじゃないところならウルトラマン、仮面ライダー、それからもう大人になってからもう、まあ、ガンダムとかね、明日のジョーとかも本当に今でも大好きですけど全部学生時代美術の成績は良かったですね。その代わり他は全部ダメでしたけどね山口一郎です。年齢は46歳 A 型です。摂津モードセミナーに行ったのはオリーブっていうマガジンハウスの雑誌があって、当時僕はフリッパーズギターが大好きだったんですけど、そのフリッパーズギターの小山田圭吾さんが摂津モードセミナー出身っていうのがオリーブに載ってたんですよ。それで摂津モードセミナーってどんな学校なのかなって調べたら、とっても安い金額で試験もなく入れる絵の学校だったんです。それでそこに入ったんですよ。まあ東京に行きたい理由もあったんですけどね、単に浜松から抜け出して最初に住んだのが総武線の新小岩っていうところだったんですけど、中央線に行きたくて摂津に行ってる時にオリーブでデビューして、それでマガジンハウスの仕事をするようになったんで、もう他はもうそのままイラストレーターに2年行った後にもうそのままイラストレーターの仕事を、特にマガジンハウスでするようになったんで、他はもう行ってないですね。住み込みでもうグラムいくらぐらいの単位で絵を描くぐらいの1枚じゃなくて描くのが早いんで、僕は常に下書きしないから量があっても結構早く終わっちゃうんですよね。そうすると大体蕎麦屋さんで早めのビール、早めのお蕎麦を社員の人と一緒にご馳走してもらいながら食べる感じで楽しかったですけどね。学んだことは多かったですね。ただもうあの当時はイラストを描いてたんで、発注があって描くっていうのが多かったので、ファッションイラストレーターだったんで、特に女性誌とかだからね、同じことを季節ごとで描かないといけないから、それがだんだんとね、それが何年も続いてくると同じパターン飽きちゃうんですよね。だから僕はそれで今みたいな絵を描き始めて、コンピューター上に載せていったんですよ、自分のブログに。そしたらこう見てくれた人たちがその絵がすごい好きって言ってくれて、もうイラストレーターやめようと思ったんですけどね。影響を受けた画家はもう本当香川県だったら猪熊源一郎さん、本当に大好きですね。特にもう晩年の70歳以降ぐらいの作品がはもうどれも大好きですね。あとはもういっぱいいますね。あれ名前出てこないな、重要人物。バスキアとかも、ね、好きだし、もちろんアンディ・ウォーホールも大好きですけど、そうですね、あとはマチスはもう外せないですね。色使い、構図、外せないですね。ゴッホも大好きですね。僕はディズホールっていう青山の、ギャラリーで1年半ごとに展示してるんですけど、まあ最初に高松に呼んでもらった時に、その部屋でずっと絵を描いて、それを東京の知り合いが紹介したいギャラリーのオーナーさんがいるって、僕はそれまで30、あの時
とか6だったと思うんですけどね、一回もそれまで個展したことがなかったんですけど、とても自信がなかったんです。だからやったことないんで、それでそのギャラリーはすごく大きなところだから、怖かったんですよね、そのギャラリーで見てもらって。それがディーズホールなんですけど、それでとりあえず、香川に来て毎日暇だから、そこに大きい絵をずっと毎日描いて、その部屋の中に飾ってて、それを、こっち知り合いになった愛媛の方なんですけどね、そのご夫婦から、山口さんこれからどうするんですかって言われた時に、こうそのディズホールっていうギャラリーでを展示するっていう予定があるんだけど、とても自信がないからまだ連絡してないんですっていう話をしたら、もうぜひそれはした方がいいから連絡しなさいって言われて、そういうならと思って連絡して、それで香川県で描いたその絵を全部高速バスで香川の高松から持って行ったんですよね。連絡してもらって、ギャラリードキさん、ディーズのオーナードキさんって言うんですけど、でドキさんのディーズで持って行った時に、その見てもらうようにこう床に置いていくんですよね、ギャラリーので。ギャラリーの下に全部絵がいっぱいになったから、今度はこう庭の方にこう全部絵を置いていったんですよね。で絵が今度庭もいっぱいになったから、今度こう道の方に向かって行ったら、もういいって言われてもうクソ、もういいわって言われてなんだのこの子みたいだと思うんですけどねそれでじゃあもうやりましょうってことになって、はい、それでディズホールでその次の年かな、そのやったんですよね。それから1年半から2年ごとにディズで絵を展示させてもらえるようになって、それでファンもそこのディズホールのお客さんから、ファンも僕の絵を見たいくれる方も増えていってっていう感じで今も続いていますね。今年の2016年、今年の12月にディズホールで、個展がありますね。もう今すでに去年の12月24日から描いてるんですけど、毎日それはポストカードサイズで、今回は家で描いたものをはがきに切手を貼って、家の近所のポストから毎日ディズホールに送るっていう、1年間それを続けるっていう、休まないでその絵を展示するみたいなんですよ、日記みたいな感じ。はい、そうですね。なんか音楽と違って絵ってなんていうか、こうボディーブロー的な感じなんですよね。こう何回もやってるうちこう足に来るみたいなね、相手の。もうロックとかみたいな、音楽みたいにもう一発で KO できるようなパンチじゃないんで、はい、ゆっくりもう続けることですね。僕は全然有名でない頃に買った絵が、僕が年を取ってからでもね、それが価値が出たら、なんか音楽解説さん買ってくれた人たちに絵も大切にしてくれるし、さらに、はい、とは思ってますけどね。何がしたいか分かんないな。画家の山口一郎です。